腰痛めちゃいましてね、しんどいですね。少し聞いてみる。まいった、まいった。ほんと腰痛くて困っちゃった。今日はね、何球でもいいんだよ。違う、赤いボールの方に入ってると思ってんの。赤いボールはダメで直しちゃうから。あーって腰が痛い。タッチ持ってくから大丈夫だよ。腰が痛くて参っちゃう。あ、俺持ってる。ないでしょ。何球しかないやつ、これしか。いいの？違うでしょ、ほらね。赤いのないの、今日は。ないんだよ。これ。いや、開けてこうやってるのは分かんない。そう。あー、手腰が本当に悪くて。今日はね、もう言葉が出ないね、腰痛で。ちょうど来るときね、ぎっくり腰になっちゃって、ぎっくりって参りました。腰痛のときはきついね。ぎっくり腰痛い。痛い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 。腰が痛い、ぎっくり腰痛い。ぎっくり腰でシェパード散歩は大変。マックも腰本当は悪いんだよね。じゃあマック の犬種はね、いいのはじいさんばあさん。じいさんばあさん、マック絶好調ですか。じいさんまだいいじゃん。私は足も何やってんのお前。行くよ。今日はね、空いてる。一面空いてますよ。車はね、びっしり来てるけどね、サーフィンやってる人が。よいしょ、腰が痛いから少ししゃがんでね。気持ちいいな、マックな。気持ちよく遊んでますよ、マックは。太平洋で、太平洋で遊ぶぞってね。気持ちがいいよね。ずっと美味しいもん食ってビール飲めばね、最高です。取っちゃいけないんだよ。でも落ちてたから。落ちてました。味噌汁にすっぺって。味噌汁にする？ハマグリみんな味噌汁にするで。それちょっとやばそうだね。口が開いてるね。ダメ。ね、ゆっくり遊んで帰れるよ。何時間遊んでもね。今年はね、禁漁なんですよね。だから貝取っちゃいけないから、いっぱい貝が育ってるから取り来ちゃうね、みんなね。晩飯で、うちはね、海に戻してきました。遊んで回ってますよ。結構保安庁もお巡りさんもね、禁漁の時は取っちゃダメ。早くまた取れるようになるといいね。で、まあ取れるようになったら来れなくなっちゃう、混んでて。ここじゃないと行かないと。取れる時期はさ、夕方でもしといたじゃん。ね、お味噌汁の時にするのに。ね、取れる時期はね。今年は禁漁だから人がいないから。でもサーファーぐらい。うん、サーファーしかいない。
サーハーハマグリ取りしないからね。向こう側はね、漁港でしてね、甥っ子の車、車じゃねえや、でっかい船とか止まってるんですよね、漁船が。向こうに寝ること、うん、構わないけどね。発電機炊いてもびくともしないね。何せ船のエンジンの音大きいから、車なんか火みたいなもんですよ。船ってだって漁船のバカでかいやつですからね。ここで鳴ったよ、マック。お家に帰りましょうだって。今日車あって。今日車だよ。今日は車中泊って。あ、どうかね。ひっこひっこですね。エアコンついてるけど、走り回ってたからもう暑くてダメだって、水飲んでへこへこって。うん。今日はね、キャンピングカーでね、のんびりしてますよ。マックはね、よく遊んで、いつも通りですね。ここは土手より広いからね、なかなか土手より広いとこないから。ああ、もうダメだ、暑くてって。チキンかって美味しいね。うん、どのぐらいでしたっけ。焼き芋とかどうしたの。芋はね、ラッキーにやんないみたいな。そうです。どうするの。芋食う。ラッキーなんかあげてるのか。うん、話そうだね。うめえだよ、お前。他にないの。もう食べな。うん、バラバラしようか。うん。待ってたの。バラバラするの。あ、もう余ったねねよ。ないの。皮はいらないって。身ばっかりだ。歯苦いんでしょ。食べてみる。甘み食べてみる。ケーキ食べてみる。食べ終わって一服中って。ソースケの真似ですか。ああ、満腹満腹。もうね、腰痛くてね。あー、ゆっくり押しですね。完全な。寝るとききつかった。いやー、ほんと参った。寝るのがきつくてね。参りました。マック、おで。おで。よし。よし。プロさん。やっとね、おいくろ乗ってる海運丸が入ってきたね。寮から戻りましたね。ドドドド戻ってきたぞって。海運丸ですね。夜中の寮からね、戻りましたね。ドドドドドド。
散歩してます。今日は天気いいですね。散歩終わったらね、もう一眠りだこれ。高速で生まれます。360度です。ヒューってね、本当に海が360度の全部の海に、すごい空も見えます。本当に360度、ずっと話してます。もうマリーナでね、キャンプもできるし、犬も昔ドッグランあったんだけど、津波でみんなダメになっちゃったんだ。この辺津波でね、船被害受けたんですよ。すごい沈みましたね、みんな。地球展望台、ここ遊びに行きました。私が生まれ育ったらまっすぐ森じゃなくて森の真下ですね。森の真下、海っぺりです。生まれたの、育ったの。懐かしい。小学校がすぐここの下で、小学校